皆さんこんにちは、みたみたんです。カメラ高いな。まあこれはテスト配信なのできっと誰も来ないでしょう。やば、なんか浮かぶんだけどちょっと待ってやばいやばいやばい、もぞもぞ。とりあえず気になってたドーナツでも食べるか。これね、カメラ設定ミスってるんじゃないんだよ。本当はね、この中に私は入りたいんですよ。この中にね入りたいんですけど、入りますダイレクト入店。このドーナツ本当に食べれるのかな。あ、食べれないや。かわいい。これなんだろうね、フレンチドーナツにチョコレートかかってるやつ。これはフレンチクルーラー、これはポンデリングです。あ、ポンデリングかなやばいやばい、すり抜けられちゃうの。あれだな、動画で見ると事故ってるな。テスト配信といえど何しようか決めてないんだけど、ドーナツショップへようこそ。イエーイ。これフルトラだったら完璧なんだけどね。まだメタクエストの3点トラッキングです。誰か来てくれたんだけど、こんにちは。この先生き残さん、こんにちは。あ、こんにちは。びっくりしたでしょう。このね、私のテスト配信の通知を受け取った人はみんなびっくりしているかもしれません。突然ね、突然配信が始まるなんて。どうした、初めてのチャット。いやーどうもこんにちは、みたみたんです。まあ何するか決めてないけどね。私さっきこの配信始まる前に目の前にボールがあることに気づいて、そのボールでねちょっと遊んでみたいなと思うんで移動します。お久しぶりでございます。いや本当に、あ、ごめん、ま、目の前にマイクがあるからめちゃくちゃ殴っちゃうかも、ごめん。あ、翻訳ちゃんつけてないぞ。翻訳いる？いらないか。まあいいや、今日テストだし。またね、次回から配信するってなった時はちゃんと翻訳つけますので。さてカメラがねめちゃくちゃ遠いとこにあるの、ごめん。あのね、ちょっとダメだ、カメラ私の手に来てください。カメラをライティング暗すぎん？ちょっと待って。あ、キツネさん、お久しぶりです。ちょっと待ってね、こうだな、ちょっと見えるかな、見えないね。ほら、あそこ、ちょっとあそこボールがあるんだけど、これね遊べそうだったからちょっと遊びます。ちゃんと跳ねるのかな。あ、違うわ、やばい。VR チャットさ、初めて3ヶ月なの？てか、VR チャットっていうか、そんなに？メタクエストを買って3ヶ月なんですよ。ちょっとね、まだちょっと慣れてないところあるみたいな。シトラルさん、こんみたーん。告知してないのによく来てくれるね。ちょっと待って。あれか？通知か？通知つけてる人は、まあ、みんなわかるわな。はい。カメラどこ置いたかわかんなくなる。配信テストだからさ、あの VR チャットのカメラ目の前に置いて、左に、私の左側にね、配信画面を置いてんの。コメント見れるように、ちょっとコメント見れるためのやつ、大事なやつ。通知はつけてないけど、見たんがいりゃそれは飛んでくるよすごいな、何かを感じ取ったんだね。さすがです、ありがとうございます。私がね、なんてない、こういうので遊ぶだけなんだけど。ちょ、投げてみるよ、これ。この辺がいい？あ！投げられる！え、めっちゃ転がる。待って待って、これ画面外、画面外。めっちゃ転がるんだけど、そっち側に投げるね。いくよ。ほら！うわー
じゃん一人でボール遊びしてんのやばくない？なんかさ、エトラちゃんと一緒にキャッチボールするとかさ、だったらさ、いいのに一人でボール遊びしてんのでもこれ楽しい。おお。なんかね、VR チャットのワールドをまあいろいろ巡ったりしたんですよ、結構ね、いろいろね。で、まあそうだな、ダーツとか、あとボーリングもあったし、あとまあボードゲームみたいなやつもあったかな。カメラこの辺かな。よし。そう暴走見たんじゃそうね、こんな感じでね、また新しいおもちゃを見つけてしまった。まああとなんか銃で遊ぶあの FPS みたいなゲームもあって、まあ、VR ってさ、まあ結構酔うんだよね。発音わかんないわ。酔う、頭グラグラってなるやつだからね、あんまり FPS とかはね、行ってないの。ちょっとこれいつまで持ってんだろうね。あっちへ行きなさい。そんな感じで。あんまりね、そうできないことも、まだやってないこともあるんだけど。なんかやばい、久々に配信したから、感覚全然わからん。どうしよう。そもそもさ、配信するまでも、なんかどうやって配信するんだっけみたいな。コメントどうやって表示するんだっけって言って、この、めちゃくちゃ今、こっちか。シンプルなね、ちょっと見て、腕がおかしい。シンプルな配信画面作ったんですけど、これ作るのにもまあ30分ぐらいかかったかな昔もっとこだわった感じにしてたんだけどな、おかしいな。よいしょ。さて、このワールドね、いろいろ遊べるところがあるんだけど、2回行ってみるか。カメラをじゃーん。ライティングがめちゃくちゃ反映されている。よいしょ。こんな感じですね。お酒がいっぱい並んでます。どこに置こうかな。この辺にカメラを置きたいんだけど、なんかさ、動画撮ってても思うんだけど、カメラマンさん欲しいよね。誰かカメラマンしてくれないですか。この辺でいい？この辺にカメラを置きます。よいしょ。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞでもバーってさ、どんな感じだっけ、わかんないんだけどバーカウンターどんな感じなんだろう。なんかさ、三次会とかで友達と行ったことはあるけど、やばい、なんか持っちゃった、やばい浴びれちゃうんだよな。なんかね、三次会ぐらいで友達と行ったこと、カメラどこで、こっちか。三次会ぐらいでね、友達と行ったことはあるけど、なんかこんなこじんまりとしたとこじゃなくて、すごい席がいっぱいあってごめん、水飲んでいい久々にこんな喋ったわ。あ、ごめん、水飲んでいいじゃん、酒飲んでいいって言うべきだった。ごめん、酒飲んでいいやばいやばいやばいやつじゃん。ちょっと待って、だっていろんな画面とお酒が張り付いてる。やばいやばいやばい。こういうさ、あの接客してくれるバーみたいなやつはちょっとわかんないわ。今日は何を飲んでいかれますか。おすすめは、テキーラショットグラスですそんな勧め方しないよね。なんて言われるんだろう。なんかね、こっち側にメニューがあって、これね、ここにね、メニューがあって、ホワイトレディとか、あんま知ってるのないんだよ。ギムレットはわかる。ジンサワー、めちゃくちゃおしゃれな名前のやつあるよ。バラライカとか、ブロードウェイサーストって何それ。あ、でもテキーラなんだ。テキーラ、レモンジュース、オレンジジュース、シュガーシロップ。シュガーシロップって何？そんなのあったっけ？
シュガーシロップなくない？あ、これか。一番端の瓶シュガーシロップって書いてあるわ。まあね、これ作れるんだけど、ちょっとね、これね、ちょっといろんなね、ものを触ってしまうんですけど、これ、シェーカー。これね、実はね、なんかの機械に、別の機械に動画で紹介するって言ったんだけど、普通にテスト配信で紹介してるわ。これね、氷を入れます。見えないわね。あ、見えるか。カメラの位置めちゃくちゃ大変だよね。やっぱりさっきも言ったけど、これ見て、氷入れました。それでなんだっけ、テキーラ2杯。この辺に、あ、ここに置けるのめっちゃいい。テキーラ、ちょっと待ってね。よいしょ。難しいんだよね、これね、測るやつ。これなんて言うんだろうね。2杯だからこっちか。これ1杯分と2杯分選べるんだよね。2杯こうやって入れて、ここに入れます。そしたら見えるかな、テキーラって書いてあんの。テキーラが2つ入って、次レモンジュース1。やばい、また画面と物がくっついている。ちょっと待ってね、みんなには見えない戦争が起きてる。よし、レモンジュース、これね、レモンジュースは1は、反対。よし、これを入れて、オレンジジュースもうどんどん入れよう。オレンジジュース1、ん？入ったね。で最後にシュガーシロップね。これさ、リアルでもこの作り方したらちゃんとできるのかな、これ。はい、ちょっとね、ぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、とりあえずできてないわ。今からね、振りたいと思います。ちょっとね、すいませんね、この辺片付けますね。やばーい、ちょっと待って。これさ、見えなくなればよくない？決して片付けというものが見えなくすることという意味ではないんですけど、ちょっとね、邪魔そうなのを今ね、ちょっとね、隠しまして、ちょっと遠い、どうしよう、めちゃくちゃ遠いところにさ画面が行っちゃったんだけど、つかめないよ。まあいいや。はい、じゃあこれをどうするかと言いますと、蓋をして振ります。あれ、振れてる？あ、できた？これ、あ、やばい、ちゃんと振らなかったからかさ、ブロードウェイサーストはできたけど、なんか42点って書いてある。まあいいや。たくさん振らないといけなかったね。手離しちゃったかもしんない。で、これで、完成！そっち行きまーす。カメラを、戻して、よいしょ。これをこ、あー、ごめんなさーい。こうだね。できました。あ？できました。これ、ちゃんと、あれしてる？反転してない？ブロードウェイサースト42点。なんか42点ってさ、点数つけられるんだよ。ま、飲みますか。飲み方どう？こうか。髪型やばい。あー、うまっ。よいしょ。でね、ここにね、ポテチとかもあるんで、
はあ、メラポテチね。ポテチ食べ放題やばい。あ、さっきまで動かなかった画面が。ちょっと待って、どっか行った、やばい。あ、よいしょ。ポテチ食べ放題でいいな、この店は。うまうま。何味のポテチ？塩、あ、トリュフかな、塩トリュフかな。なんか食べかけじゃない、これ。食べかけじゃないのこれ。あ、ちょっとグラス邪魔、この食べとくか。うまうま、いいね。なんか何がいいか分からんけど、なんかいいね。ここさ、椅子高くて座れないんだよ。高くてっていうか、座る判定ないんだけど、なんかリアルで座るしかないかな。ここさ、個人的にさ、肘トラッキングがめちゃくちゃ欲しくて、今3点トラッキング、なんか めちゃめちゃめたい話のメタクエストの話なんだけど、頭にゴーグルで、まあね、ここ手2本なんだけど、あの、なんか声が聞こえると思ったら配信してた。何、声が聞こえるってこと？肘とか腰とかもつけられたら、まあ足もそうなんだけどね、めちゃくちゃもっと動けます。うん、そりゃそう。声が聞こえると思ったらってどういうことなんだろう。そっちまで声届いてたの？怖いな。まあね、今お酒を作ったところです。いつ配信あってもいいより窓開いてる。あ、そういうこと？え、やばくない？そんなことしてんの？びっくりするんだけど。あ、なるほどね。応援してる人の配信枠というか、まあ、Twitch はそうだね。その人の何？ページを開いておけば配信始まったら喋り出すもんね。そういえばそうだ。それ頭いいな。私もそうしようかな。そしたら分かりやすいね。パソコン開くと同時に、推しのページ開くみたいな。そんな技があったとは。でもそれは賢いかもしれん。通知もさ、私見たい人の配信とか、まあ、動画上がるときは通知つけてるんだけど、それでも見逃すときに、まあ結構あるから、あらかじめつけとくっていうのありだね。でもそれ YouTube じゃダメだね。スイッチだけ。やばい、ポテチつかめなくなった。もうこれ以上食べるなっていう。神からのなんだっけ、 おぼしねみたいなやつ。ダメだ。何も覚えてない。ツイッチもそういう仕様。ツイッチはね、そう、その人のページ開いとけば勝手に流れ出すからね。まあびっくりするよね。全然ツイッターにも告知してないし、一応テストってことで配信してるんで、まあのんびりやっていきたいと思います。さあ次どこ行こうかな。ピアノがあるよ。ピアノがあると言っても弾けるわけじゃないですけどね、ここでね。今からあれだよね、私がピアノ用意して弾くっていうと、まあまた何時間もかかっちゃうから無理ですけど。あ、これ座ってるっぽく見える。どう？なんか弾いてるみたいな。でんででん。これいいな。なんかピアニストみたいに見えるこれ。それっぽいよね。あ、いいわ。意外とね、座ってるように見えるっていう。こうだね。もうちょっと座った方がいいけど、今だとこれが限界。いいですね。他なんか下あったかな？あ、下マイクがあるわ。ちょっと待ってね。飛び降りてもいい？ちょっとごめん、飛び降りるわ。私さ、結構飛び降りがちなんだけど、エトラちゃんに、毎回叫ばれる。ビタンちゃんが飛び降りてるって言って怒られる。ごめんなさい。私は高所恐怖症でないので、飛び降りちゃうんですよね。よいしょ。
マイクちっちゃくないか。あ、でもこんくらいか。え、めっちゃライブみたい。やっほー、みんな見てる？水の中に、あ、待って待って、ごめん、コメントちゃんと読んでなかった。この BGM は実はミタンさんが演奏してると。あ、さっきのピアノね、確かに今全然ピアノの音入ってないのにね。ギターっぽくない？でもそう聞こえるかもしれない。 FF 勢も飛び降りますよね。そうなんだよね、まあ飛び降りた方が近いじゃんっていうね。水の中にさえ入らなければ問題ない。そう、水はめちゃくちゃ嫌い。あ、嫌いって言わない方がいいんだっけ。苦手でさ、まあ、お風呂入るのもね苦手なんだけど、ちゃんと毎日入ってるよ。これは毎回言うけど、お風呂とかも怖いの。まあ、海とか底が見えないものってすごい怖いよね。それはねめちゃくちゃ怖いなって思います。はい。ここライブっぽいことできそうだね。こんにちは。あ、ちょっと待ってね、エコーつけるわ。 BGM ついてますけど、あ、いかがでしょうか。みなさんこんにちは。なんか違うな。みんな今日はゲリラライブに来てくれてありがとう。もう歌う流れになっちゃう、これ違うんだけど。ちゃんとエコーかかってるかな。まあ、そういうテストにもなりますね。うん、このマイクさ、ちょっと低いかなと思ったけど、カメラで見る感じめちゃくちゃいいね。あ、エコーかかってる、よかった。そう、エコーかけました。うん、どうも。歌のテストしとく。せっかくだし。っていうか何時間ぐらい今配信してる。まあ、30分も経ってない感じだよね。なんかめっちゃ生まった。違う違う、30分も経ってない感じだよね。はい、なんか流せるかな。あれ、ちょっと待ってね。BGM 止めないといけないね、その前に。よいしょ。変な格好でごめんよ。ちょっと待って。はい、 BGM 止めました。これでよいしょ、前に進んで、もうちょっとカメラ上かな。何をするかというと、まずループバックだっけ、ロールバック機能でない、ループバック機能を利用して歌とカラオケを、歌とカラオケは一緒だな、私の歌とカラオケをきちんと馴染ませることができるかをやりたいと思います。 OK で、ループバック機能をオンにして勝ち、カラオケをつけます。どうですか？こんなもんだな。あ、待って、ダメだこれ。ストップ。これは今多分大変なことになってますね。いや、大変なことに今なってない。あ、大変なことになってるな多分。ちょっと待ってね。これをこうだな。これでいいはず。うん、多分大丈夫。あーマイクどこだ。あ、ここだ。よし、オッケーオッケー。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れている手を伸ばしてもう一度、忘れないよすぐそばに僕がいる、いつの日も星空にか、あ、ごめん歌詞が分かんない。
ララ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 、ただ一つの心、悲しみに暮れないで、君のため僕は今春風に吹かれてる。日の当たる坂道を自転車で駆け上る。君となくした思い出乗せてゆくよ。ララララララ口ずさむ唇を染めてゆく。君と見つけた幸せ花のように。やばい歌詞わからん。あ、こんにちは、こんばんは、久しぶりポテラビさん。ララ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 ラ手をはは歌詞準備するべきだな、適当に歌うか。ララ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 ラ歌詞欲しい。一人きりの夜明けもただ一つの心、悲しみに暮れないで。君のタタ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 、日の当たる坂道を自転車で駆け上る。君と見つけたシーン乗せてゆくよ。ララララララ口ずさむ唇を染めてゆく。君と見つけた幸せ花のように。ちょ、今のうちにね、歌詞出すわ。間に合うのか、ちょっと待ってくださいね。あー、キーボードが見えない、やばいやばい、ちょっと待って、キーボード見えん。風になる、あ、まずいかもしれない。ちょ待って、やばいやばい日の当たる坂道を自転車で駆け上る。君と見乗せてゆくよ。ララララララ口ずさむ唇を染めてゆく。君と見つけた幸せ祈るように。君と出会えた幸せ祈るように。あ最後のさ、最後の一行だけ歌詞見たわ、やばすぎ。まあテストなんでね、ちょっとまあ、気にしないでください、あんまりということで、ちょっと歌ってみた。パチパチパチ雰囲気でめちゃくちゃ雰囲気で歌ったよ。まあね、カラオケのテストもしたいなと思ってたんだけど、何歌おうかなってところで、まあ風になるが一番歌いやすいかなっていう。なんかね、騒音苦情出るんだよ、あんまり私が夜に歌うと。なので、優しげな歌にしました。まあ、歌うならね、あれだね、夜歌うならやっぱり、さらっとした曲じゃないとダメだよ。本当はね、Adoとか最近覚えた、ほら、ワンピースレッド見に行ったからさ、歌ちゃんの歌とか歌いたいじゃん。まあ、あれを歌うとね、騒音苦情来ちゃうから歌えないんです昼間だな、まあ、昼間寝てるんですけどね。BGM つけるか、よいしょ。登場。 Thank you for following. Hello. ありがとう、フォローありがとうございます。やばい、見えない、ちょっと待ってね。あ、ちょっと待ってね。ループバック機能を元に戻します。こう、うん、 OK。 Thank you、 ごめん、殴ったわ。ありがとうって言いながら殴っちゃった。
コレイモン。Thank you. Thank you, thank you. ごめん、また殴った。ダメだ。ちょっと栄光を元に戻します。はい。さてと、なんかさ、ずっとエコーをつけて喋ってるとエコー外した瞬間になんか変な感じすんね。なんか物足りない感じがめちゃくちゃするわ。まあね、歌のテストもできたということで、まああとでアーカイブ見てどんな感じだったか見るわ。ツイッターとかでちょいちょい言ってるのが、まあ、3D ライブしたいみたいなことをね言ってるのね。まあ全然自己満足なんだけど、 3D でイエーイとかしながら、みんな見てる？違うわ、それ。違う。あ、みんな来てくれてありがとうみたいなことしたいんだけども、勝手に。ね、視聴者一人とかでも別にいいんだけど、楽しいから私が。いいんだけど。まあ、それのテストも兼ねてちょっとやりました。あ、やばい、英語わかんない、どうしよう。Do you wear shoes？ 何これ？最後の、何？シューズ違うか。ちょっと待って、なんか。すまんな。ちょっと英語わからんくて。シューズって言ってんのこれ。お、靴見せようか。あ、パンツ丸見えじゃん。ちょっと待って、見ないで。やばすぎ。そう、VR ちょっとさ、普通に予期せぬところでパンツ丸見えなんの。はい、アウト。あ、なんか縦にしたらダメじゃんね。ごめん。縦にしたらみんな、みんなこうしないといけなくなっちゃう。え、なになに？なにオフって言ってるの？ごめん、わかんないわ。靴あるかどうかかな？あ、そういうこと？え、普通に靴見せればいいってことだよね。シューズだよね。ちょっと待って。こっちに上がるわ。もうね、私が一番危惧してることじゃないけど、あの3D で配信するとさ、パンツ見えるじゃん。別にいいんだよ、パンツ見えても。でもあんま良くないかなみたいな。ここに置いて、え、靴脱げって言ってるのかな。靴脱げないよ。靴脱いでほしいぜなの。ちょっと待って、また届かないよ。シューズオフってそういうこと？靴脱げません。遠いな。まあいいでしょう。靴脱いで欲しかったんだね。珍しいね。靴脱げって言われ、あ、ごめん、なんかあれだね。靴脱げっていうのはあれだ、お座敷とかではよく言われるやつ。脱がないといけないやつね。脱げないんだよ。確かに脱ぐようにすることは可能だね、システムで。大変なんだよ最近さ。ブレンダーとかユニティとか触ってるけど、よいしょ。あ、こっち背景いいな。ちょっと待ってね。こうだ。そうね、触ってるんだけど、これもね頑張って入れたの、ユニティ使ってね。ちょっとこうだな。大変なんすわ、わかんない。もうみんなのコメントを私の手元に寄せたい。どうしようかな。こっちに来てほしい、みんな。よいしょ。あ、痛っ。あのさ、配信とかそういう 3D ライブする、まあ、したいにあたって、マイクをね、ヘッドセットマイクじゃな、ん？違う、ヘッドセットマイクじゃなくて、なんていうの？ピンマイクか。ピンマイクをね、一回買ったのよ。で、まあ音質チェックとかもしたんだけど、やっぱりこの今使ってるマイクよりはどうしても音質が劣るんだよね。しょうがないんだけどね。一回あの、エトミタの配信で、魔法のワールドに行った時かな。その時にそのマイク使ったんだけど、さすがに、やっぱ音質は落ちるかな。で、この音質を保って、そのピンマイク使
おうとするとやっぱり4万とか5万とかかかるから、まあそりゃそうだよね。オーディオインターフェースに、マイク今つないでるんだけど、まあ3万4万ぐらいするから、まあピンマイクと単体で使おうとするとそれぐらいするのはしょうがないんですけど、まあとりあえずはね、この今使ってるマイクでいいかなと思って、たまにね、ここ目の前にここねマイクあるから殴っちゃうんだけど、まあまあしょうがないかなということで、しばらくはまたこれ使うと思います。毎日成長の連続だね。いや本当にそう、いろいろやってるんだけど成長したり、配信に関しては全然配信してないから、配信のレベルはねちょっと下がったかなって思ってる。水飲みます。これさ、コントローラー握ったまま水飲んだらどうなるんだろう。あ、なんか飲んでるっぽい、飲んでるっぽい。手のトラッキングがえぐいことになってる。なんかさ、いつも動画撮ってる時とか水飲むの結構大変なの、この辺にこうやってするから。だからちょっとね、ストロー付きのね入れ物に使用しようと思ってしてない持ってるんだけどね、前回の誕生日かなんかだったかな、もらったんだけど、リスナーさんから。それをね使おうと思って、なんかジュースとかそれで飲むんだけど、水をね、私水大好きでずっと水飲んでるんだけど、なんか水はストローで飲むのちょっと違う感じがして入れられないんだよね。でもストローの方が、あの VR してるときはめちゃくちゃいいと思います。ふぅ、久々の配信おもろいな。こんな感じの配信でいいんだったら毎日できるんだけどね。なんかさ、変に真面目なとこ出ちゃってさ、あ、なんか、あ、ちゃんとやらなきゃみたいなそんな風にはなってないか。なんかね、こう考えちゃうんだよね、いろいろ。好きなようにやればいいのに、人には言えるんだよね。え、なんか好きなことしたらみたいな自分できてないっていう。何しようとしたんだっけな。私は何を見ようとしてる。あ、そうだ、どれくらい時間経ったかなと思って、うん、40分ぐらいだね。まあ1時間ぐらいやっとくか。これね、みんなに見えないと思うけど、ここにね時計あんの。午後11時33分。まあ今日日曜日なんでね、みんな12時には寝るでしょう。まあ、といっても特になんかすることないんだけどな。お店屋さんごっこでもするか あ、待って、なんかカメラあるんだけど、ちょっと待ってね。じゃーん、カメラ。これどうするんだ、こうか。見て、カメラ出た、すげー。じゃーん、これ欲しい人。はい、限定1名様のプロマイドです。1枚なんと1万円いらねえすごくないこれ。でね、ここにねコルクボードがあるのよ。ちょっと待ってね、コルクボード見せたい。ちょっと待ってください、いろんなものが。ちょっと待ってね、ビームが出ない。ちょっとあっち行って、ここにコルクボードがあるので、これをね、多分こうやって並べるんだと思うの。あれ、みんなのコメント消えたわ。ちょっと待って、できた。カメラは覗く方もちゃんと映ってて、あ、映ってた。でもね、自分どこ見ればいいか分かんなくて、ちょっと待って。これをこうか。これいいよね。このカメラ欲しいというか、
これで取ったやつをこうだね、これ取ったやつをさ、ワールドに飾るってこともできるのかな。じゃーん、あ出てきた。てかさ、フィルム8枚って書いてある。あ、やば、映んないわ。ローカルだこれ。フィルム8枚って書いてある。残り8枚しか撮れない。じゃーん、限定ポラロイドを売ってます。どうぞ。チェキ会じゃん。チェキ会できるね。でもこれ持って帰れないからさ、飾っていくことしかできない。すごいな。よいしょ。あ、そういえばさ、このワールドだけ買いましょう。あ、ありがとうございます。アウクラゲさん100ビッツありがとうございます。ちょっと待って、突き抜けてる。アウクラゲさん100ビッツありがとうございます。ありがとう、毎度ありがとうございました。買われました、私のポラロイド。ポラロイドだっけ、写真チェキだね。やばい、何の話してたっけ、どこまで行ったっけ。前回、ショートにあげた猫がいっぱいいるワールドあったじゃん。猫がいて、触れてみたいな。あそこね、前回音入ってなかったから、ちょっと行ってみるか。これさ、VR チャット、テレポするときさ、変な画像になりそうなんだけど、ちょっと気にしないでね。これ今ね、私の見てる画面ね、これ。私の見てる画面なんですけど、あ、これ見えちゃうのか。まあ、別にいいけど、ちょっと待ってね。一応見えないようにするか。はい、これで、移動しようと思います。もしかしたらなんか大変なことになるかも、画面が。わかんないけど。青空。あー、これこれ、ユニティのさ、アニメーション画面みたいな。うわー、なんだこれ。めちゃくちゃピンク。あ、着いた。あ、ここにね、猫とかいっぱいいるんですけど、ちょっと音量上げようかな。 50% でどうかな。さあ、まずはですね、私が好きなリンツ。私甘いものそんなに好きじゃないんだけど、リンツは好きでさ、たまに食べんの。うて。食べれるんだよ。これ音聞こえる？こう音するんだよ、音。ちょっと小さいからわかんないかも。リンツでかいっしょ？ダブルリンツ。え、可愛くない？この部屋。めちゃくちゃ映えなんだけど。そう、あ、後ろに見て、見えるこれ。こいつこいつこいつ歩いてるよ。音量上げたら聞こえた。そう、食べるときにちゃんと音鳴るの。実はさっきのポテチもね、多分鳴ってるんだけど、パリってね。ちょっとちっちゃいかな、まあ、リアルな感じなんで。え、可愛いよね、猫ちゃん。ちょっとね、行ってみたいと思います。あ、ちょっと待ってね、手ぶれ大丈夫かな。ご覧ください、このボールを見つめて遊ぶか遊ばないか葛藤してる猫の後頭部を。あ、寝るんだ。そっか、遊ぼうかな、どうしようかな、寝るんだ。いやー、可愛いですね。寝てしまいました。葛藤した挙句寝てしまうという、なんと自由な、自由で気ままな猫ちゃんなんでしょう。可愛い。これさ、ボールを投げると、遊んでくれたりするらしい。追っかけてくれるかどうかわかんないんだけど、ちょっと待ってね。私今すでに座ってるからね、しゃがめなくて。ちょっと待ってね。よいしょ。じゃあですね、いきますよ。え、ダメだ。寝とる。あ、追いかけてる。追いかけている。
可愛いぞ。いけいけ、お前はボールで遊びなさい。さっきね、葛藤していたけれども、あ、やはりまだ葛藤するのか。あ、違う猫も寄ってきた。違う猫寄ってきた。お前も見るんかい。あ、行った。あ、遊んでる遊んでる。おお。自分で遊んだりもするんだね。かわいいじゃん。この辺にもなんか、ん？ちょ、遊び疲れて寝てる2匹いるよ。かわいいな。ちょっと待ってね。またいろんなものがちょひっついて。よいしょ、離れてください。かわいいね、白いの。ちょっと触ります。よいしょ。これをね、この辺に置いて。はい、猫でーす。あ、聞こえるこれ。ごめん、怖いか、これ。泣いてんだよ、猫。泣け泣け。あ、聞こえる？聞こえるこれ。あ、Thank you for following。フォローありがとう。え、聞こえるこれ。振るなって言ってる。ほら、近く、これさ、私に近づければいいのか。あれ？おかしいな。なんかかわいいこれ、なんか。ほら、言ってる、なんか。あ、聞こえた？そう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 。泣くんだよ、猫。ちょっと下に返しとくね。はい、OK です。よいしょ。ちょっとね、画面を、プレビュー画面がね、見づらいので、この辺に置いて。私さ、VR するときにね、コンタクト入れるの。家でなんかするときとかメガネでいいんだけど、メガネから眼でいいんだけど、VR だとね、近づけても遠ざけても見え方変わんないから、その何？コンタクト入れてるんだけど、それでもなんかぼやけて見えないときある。ちょっと待って、なんだろうこれ。泣かぬならってやつか。私が泣けばよかったんだ、さっき。そっか、ちょっと。気づくの遅くなっちゃった。猫をね、この広場にいる猫をかき集めることも可能で、あ、そうだ、猫だけじゃないんですよ、実はここいるの。このレインボーな中に魚がいます。結構リアルな魚でさ、私怖いんだけど、まあ、これぐらいだったら大丈夫。ほら、魚、そこ見えるしね。魚おりますよ。ゲーミングシャワーやばいよね。怖いんだけど。あ、あとね、ここに額縁があって、これがね、これ見ててね。カメラ置きます。よいしょ。ね、これ、あ、そう、こうこう。ってすると、じゃーん、これが額縁に入るっていう。なんか主みたいじゃない？私のお屋敷へようこそ。ゆっくりしていってね。全然セリフが思いつかん。なんか気の利いたこと言えるかなって思ったんだけど、無理だったわ、ごめん。なんかさ、ありそうだよね、なんか。うん。まあ、あなた猫が好きなの？しょうがないわね。一匹差し上げますね。拾えない。いて。痛い。拾えないんでいいです。はい、あなたには。この猫も差し上げましょう。
どうぞお持ちになって。はい、どうぞみたいなことができる。ちょっと待って、リアルでダメージ受けたんだけど。なんかさ、メタクエストつけてるんだけどさ、ここリーチめっちゃ長いの。なんかさ、自分の顔の縦幅ぐらいあるから、それは言い過ぎか。もうね、顔2個分って思ってもらえたらいい。ちょっとね、難しいんですよ。よいしょ婦人ごっこできるじゃん。婦人ごっこってなんだ。ちょっと婦人っぽいことするか。そうですね、どこがいいかな。この辺にするか。猫を持っとくか。よいしょ、猫持って。あば、猫がちょっと、え今さ、この机の上にめちゃくちゃ猫立っててびっくり。あ、待ってた。お前どこ行くんだ。ほら、この辺かな。待って、やばい、やばい猫がなんでこんなことになってやばい。こうだな。私のお屋敷へようこそ。さあ、この子の名前は、ジョセフィーヌ。かわいいでしょ。まだ生まれたばかりなの。3ヶ月よ。もうこんなに大きい両手で持たないとダメだよね。こんなに甘えて可愛いわね。ダメだ、セリフが思いつかん。なんかさ、演劇じゃないけどストーリー性があるさ、そういうなんかもやってみたいわけ。演技、もともとね、演技の学校私出てるからできそうとかね、思うじゃん。演技するのめちゃくちゃ恥ずかしくてさ途中で笑っちゃうんだよね。ダメだよね。なんか3行ぐらいなら言えそうな。もうずっとなんかずっと演技、舞台みたいにずっと演技してって言われると途中で集中力切れるからダメだわ。あとね、こっちに、こっちがいいな。この辺にカメラを置いて、このクッションも触れるの。じゃーん、ハート型クッション。ハート型のクッション、シチュボ出して練習しちゃうか。シチュエーションボイスのさ、私がいつもね、どうしたらいいのかなって思ってるところがさ、その私見た見たんとして出すのか、その、まあ、何かになりきって出すのか、それがねちょっと迷うよね。ちょっと一旦ね、リアルに立とうかな。これ立つとマイクが下がるんだけど、ちょっと待ってね。こうだな。マイク上に上げます。マイクどこ？あった。ミュートにしろよってね。よいしょ。はい、こうするとリアルに動けるんですよね。ハートのクッション、実はここに猫が隠れています。じゃーん、顔洗ってる、かわいい。顔洗いじゃん。よいしょ。はい、猫です。いいケツしたサメ。え、あ、ほんとだ。あれ、あれじゃない、こっちだ、こっち。やば、いや、ごめん、猫落としたいや、ここの絵すごいさ、なんか不思議な絵がいっぱいあって面白いんだよね。てか普通になんか見られてるよ、後ろめちゃくちゃ見られてる。猫2匹拾いたいんだけど。えい、取ったぞ。怒られるかな、大丈夫だよね。へい、猫ちゃん。
猫です。もう大丈夫だよきっと。よいしょ。まあそんな感じで遊べるっていうね。ここ可愛いんだけどさ、ちょっとド派手すぎるかなって思ってさ、私の家にするのはちょっと違うかな、どうかな。絵のインパクトやばいよね。あ、こっちこっち、これとか。でも家具とかはまあ可愛いと思う。ちょっとド派手かな。でもね、パッションピンク好きなんだよね個人的に。このね、後ろのリボンとかもピンクにしてあるし、まあ服が白いから映えるっていうのもある。立つとめっちゃ動きやすいな。立つとね、本当に可動域広がるんだよね。座ってると、まあマイクもあるし、あれだよ、あの椅子のね、横になんかあんじゃん、こうやってするとこうやってするやつ、肘掛け。あれがね、ちょっと邪魔すぎて動けないんですよ、あまり自由に。よいしょ、こうね、割と動ける。まあでもね、あのイヤホンがワイヤレスじゃないの？ワイヤレスなのも持ってるんだけど、今ワイヤレスじゃないからあんまり動くとちょっと落ちます。やっぱり VR は立たないと本当にその通り。何のための VR なんだっていう話ですよね。あと暑い、めちゃくちゃ暑い、暑いのよ。みんなエアコン最近どうなってる？エアコン事情は。ちょっと涼しくなったからエアコンの温度上げましたか？私はこの夏ずっとドライ28度、28度で、寝るときはドライ30度、あと何？除湿機じゃなくて空気清浄機をつけてます。だいぶ涼しくなってきたから、窓を開けてつけてんの。あ、窓を開けてんだ。窓を開けるのありだね。そのあれはなかったわ。うちさ、外うるさくて、なんか夜中とかなんかすごいうるさいんだよ。ワンチャンさ、その騒音苦情もうちじゃない可能性あるよね、外。この前なんか窓、この前じゃないな、ちょっと前、まあ窓開けててめちゃくちゃ音楽が流れるから、なんかなと思って外見たら、下でバーベキューしてたからね。下というか、まあ下らへんの家でバーベキューしてた。なんか屋上かなんかでバーベキューしてた。うん、いいんだけどさ、バチバチ音楽流れててびっくりしちゃった。パリピが住んでる、まあパリピ住んでるかもしんない。なんか自由な街ですね、私が住んでるのは。それは苦情案件。まあお昼だからさ、まあそんなこともあるかなみたいな。なんか選挙カーとか通るよりは良くない？なんかイケイケな音楽流れてるの、ずっと。私も混ぜてみたいな感じ。いいな、自宅の屋上でバーベキュー。昔はね、おじいちゃん家の家でみんなで集まってバーベキューとかしてたの。でもさすがにね、もうこの世に存在しない人ばっかりになってきたから。もうね、ちょっとやりづらいよねみたいな。どんどん減ってくっていう。うん、私の家でバーベキューするしかないかな、新しい新時代の人たち集めて。もう周りどんどん減ってくよね最近、びっくりしちゃう。そんなもんか。最近さ、花火とかも再開されて、そう、花火の時によくバーベキューやってたんだけど、今年から、?3 年ぶりに花火復活みたいなのが多くなかった？誰かなんかどっか行った？花火見に行った？毎年行ってる？そもそも。選挙カーは VTuber の敵。いや、ほんとだよね。どこどこの、誰々の応援を、誰々に、清き一票を。わあ、あいつどこどこのあれ、誰だみたいな。ごめん、なんもわからんわ、今の。意味わかんないわ、ごめん。ちょっと、久々にね、長時間じゃないね。まだ1時間ぐらいなんだけど、配信をして、
滑舌が悪くなってきました。さっきからいろいろ言えてない気がする。あいうえお。花火見るために外行くのはちょっと、まあね。まああれだよ、私も花火見るためというか、みんなで集まって飲むための口実でしかないよね。花火5発ぐらい見たら、あー花火綺麗だな、さあ飲むかみたいな感じになる。花より団子みたいなね。花火見て、花火を見ながらというか、花火を口実に集まるみたいな。口実だよね。夏の、まあ夏といえば夏祭りみたいな。まあね、興味ない人もいるでしょう。音は聞こえてきた。見に行ってないけど音は聞こえてきた。まあうるさいからね、あれ。花火のたびにおじいちゃんちの猫がもう大騒ぎしてて、うわーって。雷と花火は猫の天敵。うるさいからね。という感じで、まあ1時間経ちましたし、私のこの、何、滑舌も限界を迎えそうなので、そろそろ終わろうかなと思います。テスト配信なのに、ね、こんな来てくれてありがとうございました。まあ、こんなんでよければ、もう結構やるんで、まあ暇な人は来てください。こんなんでよかったらね。また動画も上がるのでよかったら YouTube もチェックしてみてください。あれだ、トライム工房の方ね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらフォローしてってください。よろしくね。ありがとう。おやすみ。いい夢見ろよ。さあこれをちょっと待ってね。私今どこにいるんだろう、現実世界。よいしょ。こうしておやすみ、バイバーイ。